コウノドリ23巻、鈴木優の作品ですね。この漫画は、モーニング2018年の10号から 19, 19号にわたって、あの、連載されたやつをまとめたやつですね。この巻では、主に MPT って言って、あの、新型出生前診断っていう、あの、妊娠中の人がお腹の中の子供にダウン症がないかとか、特別な疾患を持ってないかっていうのを遺伝して、遺伝的にわたって、あの、まあ、検査する話。まあ、 もちろんなんかこれはあの、医者がやるんですけど、あの、医者とは別に、あの、認定連カウンセラーっていう職業があるんですね。これはまた医師とは違う、あの、心理的、社会的サポートを行う会、あの、まあ、職種で、まあ、医師ってどうしても医学的なことばっかりで、ちょっとあの、感情が伴ってないから、あの、妊婦さんとかが、なんかそういうの、う心のケアとかが十分にできないんですよ。その、妊婦さんの心のケアを十分に、 あの、まあ、するのが、この、認定遺伝カウンセラーという職業だそうです。で、この、あの、新型出生前診断、MPT って言うんですけど、これで主に、18トリ、トリソミあの、13トリソミ、21トリソミっていう感じで、ダウン症の子供を、あの、まあ、なんか検査したり、まあ、他の遺伝的疾患とかを検査することができます。残念ながら、まあ、こ検査費用めちゃくちゃ高いんですね。 あの、母体血清2万、陽水検査15万、最終的な MPT が21万で計36万ぐらいかかるそうです。でも、あの、まあ、この検査で、あの、まあ、ダウン症の確率が高いって出た場合は、やっぱ96%の人が中絶してるとかいう話ですね。まあ、この漫画では、まあ、最後の方ですけど、40歳の人が妊娠して、あの、 まあ、ダウン症だっていうことで、子供を諦める話があったんですけど、まあ、この話なんかすごいなんかあの、まあ、まあなんか感動的な話だったんですけど、まあ、この40歳の人が、もし、あの、子供になんか、子供がダウン症だったら、おろしますってでまあ、はっきりその通りに降ろしたんですけど、ただ、あの、ものすごい悩んで、あの、 みんなの前では見せてないですけどこの悩んでるところがもうすごいなんかあの漫画で出て、まあ、ちょっと、まあ、しみじみして読んでたんですけど、まあ、最終的には子供のあ子供のためにあの、まあ、買ってあいた,買ってたお餅だったりお花だったりあの、まあ、いろんなものをなんか病院の人に渡して病院の人が一緒にもう。 まあなんていうか、そういう埋葬するっていうところで終わるんですけど、まあ、すごい、まあ感動的な話だったんですけど、この40歳の妊婦さんだったんですけど、やっぱそれなりに、あの、検査、あの、調べてたんですよ。で、ダウン症の割合っていうのは、あの、30歳以上が、あの、90、950分の1でダウン症を産むそうです。で、35歳だと380分の1。40歳以上だと100分の1の確率でダウン症の子供を産むそうです。 これ見て思ったんですけど、あの、厚労省の人たちって、あの、妊娠に適当、あの、まあ、最適な年齢は20代後半から30代前半だって言ってるんですけど、あの、最近の話ですよ。最近の厚労省の、まあ、ラジオとかで言ってるのラ、ラジオとかテレビとかで言ってるのはそのぐらいの年齢って言ってるんですけど、僕が、あの、まあ、 古本屋で買ってきた、1990年代,年代のなんか育児漫画とか見ると、21歳で妊娠して、22歳で産むのが一番安全だそうです。特にウイザンは。なんですけど、あの、まあ、実際その時代って、その年代ってもう大変じゃないですか。大体、大学、 三年生か大学四年生じゃないですか。普通。もう今は進学率高いんで。まあ、そんな時期に、あの、子供産んでられる人ってまあいないんですよね。まあ、あの、真面目になんか、まあ、ちょっとなんかあの、考えずにセックスして妊娠しちゃったっていうんだったらわかりますけど、真剣に考え、将来考えてやって,してる人が、この21歳で妊娠して22歳で産むっていうのはあまりないかなと思うんです。 そして最近は専門学校だろうが、あの、大学だろうが、もうほとんどの人っていう、まあほとんどっていうかもう 40%, 40近くが奨学金を借りざる、借りないといけないんですよ。で、借りて、あの、 奨学金をなんか働いてからなんか返していくんですけど、解消ある平均年齢がなんか34歳とかいう話なんですね。そういう事情があるから21歳で妊娠して22歳で産むっていうのはもう当然無理じゃないですか。で、そういうのを加味してなんか2、まあまあ、まだ安全的に産める27歳から31歳が、さ34歳ぐらいまでが、あの適当ですよっていうことをまあ言ってるんじゃないかな。まあ陰謀論的なもんですけど、まあそういうのをかん、まあそういうのも感じましたね。